柳川八幡宮は福島県伊達市柳川町にある神社である。伊達市ゆかりの神社として福島県史跡名称に指定されている。祭神は本田別名。社殿によれば平安時代中期に田原中納言、勝地期が京都の岩清水、八幡宮を勘定して創建したのが始まりで、平安時代末期には藤原秀平が 佐藤元春に命じて再建し、この時、三重塔を建てたという。この頃は、若宮八幡と称されていたが、室町時代に、伊達持ち州が、高高岡にあった亀岡八幡宮をこの地に移して、若宮八幡と合志した。亀岡八幡は、その後、伊達種宗の代に、氷西山へ移されたが、伊達氏が米沢に遷ると再びこの地に戻り、伊達政宗が仙台に移ると、 亀岡八幡の身体も仙台に移された。八幡宮自体はその後もこの地に残り、現在の社殿は延響2年に改築されたものである。なお、立達家文書によると、立達市時代は広大な境内地の中に若宮八幡をはじめ、弁天堂、三重堂、二王堂など七堂と、東別堂、滝沢坊など多くの建物があり、大いに繁栄していたという。八幡宮の隣には、 龍宝寺という八万宮の別当寺院があり、八幡宮と共に、伊達市に厚く庇護された。その龍宝寺のシーン、鬼観音が、八幡宮本殿の前に建てられており、周囲は堀で囲まれている。鬼観音は、坂の上の田村麻呂が建立したと伝えられており、その後、伊達聖州が再建し、阿弥陀三尊を安置した。また、境内入り口近くには、 五福島神社もあり、これも堀で囲まれている。境内にはさらに池やや有水の跡と思われる、用水路、三重島跡の礎石が残されており、中世の鎮守社景観を忍ぶことができる。柳川八幡宮は、伊達市時代に、亀岡八幡が誕生されたこともあり、伊達市歴代より厚く信仰された。伊達正宗との関わりも深く、天正十年の偉人の際には、 柳川八万宮にて、戦勝祈願を行った。また、夫人、愛希が田村家より腰入れの際、この地で田村家から伊達家への引き渡しが行われた。亀岡八万はその後正宗によって、岩出山、仙台へと移された。ありがとうございます。